こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。伊東温泉競輪で行われてきました。記念競輪もいよいよ最終日、12S 決勝戦の予想をお送りしたいと思います。12S 決勝戦はご覧のメンバーです。SQS 班、三谷、村上。地元から渡辺裕太が勝ち上がってまいりました。そんな中ですね、本命は数の力で勝る近畿。特にですね、三谷が先行を含めた前々に攻めるので、番手の村上の方を本命と見たいと思います。ではもう少し詳しく見ていきましょう。12S決勝戦ご覧のメンバーですね。これを見てみますと、逃げの決まり手があるのは原田と三谷ってことになりますよね。競争得点では三谷、村上の近畿勢が、抜けていて、次が地元渡辺裕太ということになります。ナビは4分戦ですね。三谷、村上、渡辺の近畿。渡辺裕太、中村宏の地元南関勢。原田、池田。こちらが四国ですね。そして、伊藤吉村の中部となっております。バック回数11回は3番車原田ですか。2番手が1番車三谷龍樹。以下、6番車伊藤、2番車渡辺裕太と続いております。これがホーム回数になると伊藤が8回でトップになりまして、以下、三谷、原田、渡辺の順になります。原田はまくり、かましが得意っていうタイプに対して、伊藤はですね、できれない場合はあるけれども、早めに仕掛けるという違いは感じられますね。3連単のシリーズは、近畿がやや抜けてますね。村上がトップ、1番車、三谷が2番手、以下、原田、地元渡辺と続いております。オッズはどうでしょうか。一番人気ですが、原田、池田。こちらが 7.4 倍でトップですね。一方、村上三谷、近畿の91が 7.8 倍で2番手につけております。この2つが抜けてますよね。その次となると、1番9番でしょうか。三谷、村上。こちらが 12.2 倍ですか。9番、2番、村上渡辺のが 15.9 倍。3番、9番で原田村上が 16.3 倍。2番、9番、渡辺村上が 17.3 倍。渡辺中村の難関も 11.8 倍ですね。これが3番手ですね。裏目の7番、2番でも 17.4 倍となっております。こちらですね。では、こちらの予想なのですが、まず、誰が先手を取るのかというところです。はい。競輪の法則的には、やっぱり一番格下の選手が見せ場を作るために取りに行くと思いますね。あと、優勝したいっていう選手は、どうしても優勝したいっていう選手は、トップはやっぱり2番の渡辺裕太でしょうから、渡辺裕太、時々なんか、誰も来ないと突っ張って逃げてしまうところがあるんですけど、今回は、まあ、一度前に出るとそういうパターンが多いんですけど、前に出ずに、もう足を溜めて自分が、優勝する戦法を取るんじゃないかなと思います。まあ、渡辺を、後ろが中村なので、先手を取って中村に仕事してもらうというのも考えられなくはないんですけど、今の渡辺、逃げの決まり手がないんですよね。そうすると、逃げて粘れるのが、ちょっと、いくら33バンクの、この伊藤温泉とはいえ、決勝戦となるとさすがに難しいんじゃないかなと思います。で、これを見ると原田健太郎も本音はやっぱりまくりでしょうね。バック回数こそ一番高いものの、それに対するホーム回数、つまり早めの先行というのが少なすぎます。なので、池田典明のことはそんなに考えずに、足を溜めて最後に爆発させるという流れになると思いますね。三谷はどうするんでしょうね。やっぱり一回は切ると思うんですよね。切って様子を見て、伊藤、ひょっとしたら渡辺の仕掛けを待つ。で、誰も来なければ自分でもう先手取っちゃうと思うんです。やっぱりここだけラインが3人ありますしね。例えば、まあ、伊藤、中村ができるようだったら、ここの3番手を取って、まくり。渡辺、原田を仕掛けに合わせてまくりですね。来ないと、そのままもう、覚悟を決めて逃げてしまうんじゃないかなと思います。まあ、逃げたらちょっと、厳しいのかなと思いますね。逃げの決まり手が一つしかないですから。かましだったらまだいいんですけど、早めの仕掛けとなると、ちょっと精をかける部分も、三谷龍輝の場合多いですからね。村上はどう考えてるんでしょうね。まあ、ひとまずは三谷に任せて、やっぱり後ろが来たら、止めはするんですけど、縦に踏んでいく、3-3なので縦に踏んでいく流れも仕方なくあるんじゃないかなと思います。村上も全盛期ほど足はないんでね。そうなると、渡辺とあたり、まあ悪くはないんで、もう、チャンスがあるような仕掛けを村上してくるんじゃないかなとは思いますね。渡辺裕太は原田健太郎より前にはいたいはずです。理想は、中段というか、まあ3番手、4番手なんでしょうけど、三谷が逃げた場合、村上の上を越えるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思ってます。なので、伊藤、吉村の後ろにいることがまあ条件になってくるんですけど、その後、三谷との位置取り合戦になるんで、渡辺裕太は負けてしまうんじゃないかなと思うんですね。また、原田もちょっと利することになってしまう。正直、ちょっと渡辺裕太は身を取るんじゃないかなと思って、近畿を軸にしました。やはり三谷、結局、好位置取るのうまいですからね。で、誰も来なければ先行もあるんで、三谷よりは村上だと思うんです。村上が抜け出すっていう流れが本命に見えます。三谷も、まくりならいいんですけど、先行だったら精が甘くなってしまうんで、相手筆頭にはしますが、まあ、三谷が頭っていうのは、まくった場合で、その時ちょっと村上が離れて、渡部原田がまくってくるというまくって両立っていう展開もあるかもしれないんですけど、そこは点数多くなってしまいますので考えずに、三谷がまくった場合でも村上がついてくるという前提条件のもとで、村上本命、村上が早めに仕掛けたり、大きくブロックすると、渡部を取りたいでしょうからね。少ないチャンスなんで、チャンスあると思いますよ。もちろん、地元渡部裕太も、ここは守りたいっていうことで、普段以上の力を出せる可能性があって、三谷が逃げた場合も、さっき、ちょっと厳しいと言いましたが、ひょっとしたら乗り越えられるかもしれないですし、スピードでは、原田健太郎がやっぱり一番だと思うんで、原田が届いてしまうという可能性もあると思いまして、三谷、渡辺智、渡辺裕太、原田健太郎、この4人を村上の相手といたしました。ちょっとやっぱり数と点数とうまさで勝る近畿には、他は、ちょっと見劣りするなーっていう感じはします。近畿有利だと見まして、この目にいたしました。さあ、伊東温泉競輪、記念競輪の決勝戦の予想をお送りいたしました。皆さんいかがだったでしょうか？もしお気に入りましたらチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。また、この動画、最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。さあ、いよいよグランプリが近づいてまいりました。これがおそらく最後の記念競輪ですね。本日24日なので、6日後にはグランプリで年間の顔が決まるということになります。それに向けた競争、果たしてどういう結果になるんでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。